大城和江は、医師、医学博士。専門は循環器内科、産学医療。日本人初のウヤアー、アイコル、イスム認定国際産学医。長野県長野市に生まれる。長野県長野高等学校を経て、日本大学医学部卒業後、日本大学医学部附属板橋病院第一内科に入局。2002年より、北海道大野病院勤務。2009年。 北海道大野病院を退職し、都営、英国国立レスター大学留学。2010年、英国にて、レスター大学産学医療修士を取得し、日本人初のウィアー、アイコル、イスム認定、国際産学医となる。ウェブサイト、産学医療情報を、解説、産学医療情報を配信。2011年、北海道大野病院復職、産学外来を開設。 循環器内科の専門医としての勤務と並行して産学医療の外来を行う。同年、北海道警察産学遭難救助アドバイザー医師に就任。またこの年より、日本テレビの世界の果てまで行って休暇山布企画に参画。2013年5月、80歳の三浦雄一郎のエベレスト挑戦プロジェクトに参加。三浦雄一郎は、 エベレスト登頂に成功し、最高齢記録を更新した。同年10月、妹綾子のマナスル登山企画に、産学位として、帯同、本人もマナスルに登頂した。2014年4月、世界の果てまで9、行って妹綾子エベレスト登山企画に参加して、現地入りしていたが、大規模な雪れが発生したために企画自体が中止となった。2015年夏季より、 富士山富士宮口八号目の診療所、富士山衛生センターに帰還勤務。2018年5月、倉岡博之がガイドを務めるエベレスト登山隊に参画し、登庁を果たした。日本登山医学会理事。日本山岳、スポーツクライミング協会医科学委員常任委員。総務省消防庁消防大学講師。北海道大野病院山岳外来勤務。 ありがとうございます。